上上がらんの、こんな格好させられてさせられてこんな格好させられてるの、上上がらんのまさかの下もうちょっとしたらどうです、すぐ組める、あ、社長がつけて上上がれ、あ、上上がってきてるじゃん、いや、大丈夫ですこれなんか短くないこっち長いじゃん、こっちは短い。本日もご安全にお願いします。ね、爆速さん。はい。久々だね、爆速さんっていうのも。当初はな、俺がお前チャンネル引っ張ってたんだぞって。爆速のショーで伸ばしたんだぞってな、当時当時はそうです、そうだよな、ダメになってやめてくださいなんて言俺よりなんか言ってるんだよ、やめてーってやめてーって言ってごめんなさいって言ってなんて言ったかお前養生剤なごめんなさいって言っておー、なんかこれ爆速っぽいじゃん、今ポキセンでカッコつけてるやつ顔が気持ち悪いよお前しょはいそのままカッコつけたのしょどやみたいな顔見たよお前カメラ的にファンがファンなんかいねえじゃんはいファンなんかいねえじゃんあうりゃーみたいなそこ別にお前のそこが好きじゃないよそうでそっち側につけるの間違えた、こっちですねあんまりガンガン戦うんだないやバラシが大変になる あでも僕はよく硬いって言われる あそれでもあこれだけで、でもみんなが緩すぎてあそういうこと緩いの良くないんですよ、やっぱり緩んでくるかみんな舐めとるっすね、私は誰リージ全員っすねイケメンもカンタ特にやるあいつはもうやばいっすあいつは本当にやばいっすねいつかちょっと芝かんかなそうなんかチンコされたねはい女の手、はい、でも実はなんだろそれ実はっすなんかあいつの面白いエピソードないの出られそうやあいつなんか面白いエピソードっすか面白いエピソードあるよな同級生のテニス部のテニス部テニス部エロいななんかもうテニス部っていうだけでちょっとエロいわまあそのテニス部のことをショーの家の近くに神社があるんですよあ神社神社おお神社テニス部家の近くに家の近くに、うんうん、でその家の近くの神社で、うん、まあいい感じになってそのことを神社でちょめちょめしたらしいです2人でちょめちょめエッチしたのまさかお前テニスのラケットぶち込んでねえだろうなお前テニスのラケットぶち込んでますゴリゴリしてる本人も見とるんじゃないかってぐらいです本人も見とる多分見とると思うんです見てないでしょいや、YouTube 見とるって結構前飲みに行って久々に連絡取っとるやろいや違うそもう金も違う連絡取っとんやんそう、18歳の時ねそうそうお前結構好きだったのいや、めっちゃ好きだったっすあ、そうなんだなので、うん、めっちゃ気持ちよかったです気持ちよかったんでどういうことかめくりでおかしいやん今でもまだ繋がってんだいやもう今は連絡取ってないです そのことは、うん、もう旦那さんいるんであ結婚してたのはい若いじゃんだってそうっすねもう関係ないですけど神社で結婚したのかな神社で式挙げたんだ違う多分旦那さんも神社に脱がされてますね脱がされたのがやばいでしょお前いや本当でも僕は脱がされたんですよそうでしょいや本当ですそんなにそいや本当ド色だったんですよいやしかも初めてなんで女子おるからね一応みんながそういうのするお前脱がしたことあるバーって吹く北斗の剣みたいな感じでビリビリ破っちゃってそんなのするおるよそんなドラマみたいなやつおらんでしょいや本当におっとっす人生で一番
ランキングでいったら。ランキングだとそんなにいないでしょ。考えるほど接戦のやつがおるの。他に。あ、もうドエロはやっぱ1位ですね。ランキングで言うと。ランキングで、いやそれお前があのウブだからさやって来るんでしょ。ずっと手出せないから。あ、ですかね。そうだろう。多分。え、結構でもその時ガツガツ言ってましたけど。絶対言ってないでしょ。どれぐらいガツガツだ。おいって言ってました。何でも言って。おいって。はいって言ったの。それ一つだけ教えたけど、はい、ガツガツしてないから。めっちゃダサいから。おいって言って。はい。俺はお前ら好きやんだ。ダサ。ダサ。ダサ。全然俺は面白いし。いやでも同い年したらかっこいいよな。かっこよくないでしょ。かっこよくない。言い方ちょっとじゃあ。緑の顔見ていって。いやちょっと待ってください。やっぱ当時の声があるんで。当時の声。今言ったらちょっとおかしくないですか。今言ったらおかしくないですか。当時おかしいでしょ。職人好きの職人好きのね、元職人の女子に、はい、足場を決めながらまさかのオラオラ愛の告白、壁ドンからのおい、よーいスタート。壁ドンだって、壁ドン、柱ドンでいいわ。柱ドンからのおい、柱ドンからのおいでお願いします。いい、決めろなの。1カメの方お願いします。1カメの方に向かって、そんなの1カメの方かぶっとるの。かぶった方がいいと思うの。ボソボソだし、どこに行けてもいつも柱が向こう側来て、1,2,3歩でも柱にこう来て、おいこのシーンだよな。行くの？社長また多分あの叩かれるやつ。よーいスタート。恥ずかしいですね。おい、あだっす。どうだった？かっこいいです。かっこいい。あ、ほんと多分マジ2人になったら、お前優しい。あ、何？ 2 人になったらすごいです。何がすごいんだって、お前全然すごくないし、2人になったらお前葬式なの。またなんかどうしたんだろう。違う違う違う、女のことを喋りますか。そう、はい、喋らんじゃん、お前。いや、本当に案外ギャップだねって言うんです。ギャップだねって言って、そう、ギャップ萌えみたいなやつ。はい、2人になったら喋るの。デートするとこ勝ち取りしてほしいっすよ、やっぱ。え？デート、お前はデートするとこ？あ、多分相当かっこいいっすよ。撮らしてよ、じゃあ。え、全然いい。でも、あの、ほんと、あれ、カメラあったら無理なんで。あ、もういないところで、はい、超望遠で。全然いい。音だけ撮りたいもんね。ピンマイだけずっと絶えず。じゃあこれから1ヶ月ぐらいはずっとピンマイつけといてよ。で、あの、電波が届くとこだったら俺は拾うけど、電波届かんとこだったら拾わんでいいけど、別に。でも家の中で音だけ聞いてる可能性もあるから。撮ろうよ。おんの？女の子いないですよ。今ほんと絡んでない。ご飯食べに行ける女の子いないの？で、視聴者から募集しようよ。ああ、いいっすね。なあ、マジで。それ僕もいいっすね。ウィンウィンっすね。あの、あ、じゃあこういう企画やな。あの、爆速さんお見合い大会。名古屋集まってくれて、女の子が。はい。で、もうお見合い。めっちゃいいっす。で、お願いしますみたいなさ、あの、ネルトンみたいなやつ。あ、足場職人タイのネルトンのみんな。まあでも独身のお前しかないもんな。視聴者でもし女性でね、まあ、5人以上集まらなかったら企画として成立しないんで、5人以上かな。もういいって、手止めながら、手止めずにやるよ。俺が叩かれるわ。なあ、面白いな。やりたいです。やるか。やる？マジで。お前ちょっと早く進めてくれんと、俺12時20分に出たんだぞ。もう上上がらなかったら、もうこのハーネスつけて、もうマジもうそのネルトン企画中止だぞ俺。ネルトンやったらんぞ、経費出さんぞ。最後自腹でやります。自腹でやりますね。自腹で。そんなに、いや、彼女欲しいの、マジで。日曜日とかも寂しいんで。日曜日寂しい。でもちょっと前までは彼女いらんとったよ。仕事が恋人なんで、ちょっと。あ、邪魔か。最近は欲しくなっちゃった。欲しい。はい。マジ。じゃあ本当に、まあ5人以上集まったら企画成立しようか。はい。まあでも今、緊急事態宣言だもんで、ね、視聴者の皆さんがどこまで集まってくれるかわからんけど、まあ、あとは緊急事態宣言終わったぐらいで、まあ、7月とか夏、海、夏の海、水着5人女子
爆速さんと。いや多分それまずい。なんで普通に立つっす。多分動画にできんす。いやそれどういうのが欲しい。なんか清楚系に見えて、うん、なんか実はちょっとエロいみたいな。エロいかな。ちょっとお姉さんタイプみたいなのがいいんだよ。エロいっていうよりは、まあ、年上がいいっすね。年上がいいんだ。年上すぎるんだ。はい、まあ、甘やかしくれるみたいな。そうっすね。何を俺キメ顔じゃん。別にキメえんだよお前。いやキメ顔しようやん。一人も集まらなかったらどうする。はい、いやもうそうしたら逆に僕からインスタでメッセージ送ります。ちょっとあれに、はい、こういう企画やってますんで集まってくださいって、はい、インスタでなんて検索したら出てくるの。インスタでもは、うん、普通に堀川翔でもいいですけど。出てくる。まあリンク貼っとくわな。動画に出てくれるも限定だよ。そうですね。動画に出たくないっていう子はまああれだな、インスタに直接連絡してくださいってことだな。はい、あの動画の回をご覧けど、まあ女子を募集と、はい、プラス、はい、イケメンとは相当不仲っていうのが分かりましたの で、はい、でイケメンとは相当な不仲っていうのが分かりましたので、募集の方よろしくお願いします。ありがとうございます。またここからね解体、あ、解体ない、組み立てな、はい、組み立てちょっとまたもう一本取ってきますのでよろしくお願いします。またね。Yeah.